歌手としても女優としても一世風靡した石田あゆみさん。しばらくお姿をお見かけしませんが、一部では心配な話もちらほら。気になったので彼女のことを調べてみることに。石田あゆみさん、1948年生まれの現在72歳、本名は石田よし子さん。長崎県佐世保市で脱サラしてパン職人の修行をする父と、それを手伝う商売上手な母親のもとに4姉妹の次女として生まれますが、生後間もなく肺炎で重体になりますが、幸いにも一命を取り留めたそうです。その後一家は大阪に戻ってパン屋を開業するや大繁盛。母親のアイデアでテレビ喫茶を始め、さらに大成功します。たまたまスケート場の付近だったため、4姉妹は自然とスケートを習うように。まさにこれが運命の分かれ道でした。というのも、後に長女の石田春子さんは1968年のグルノーベルオリンピックのフィギュアスケート日本代表で出場し、結婚後はコーチとして宮原智子選手や紀平梨花選手を指導し、三女は国体選手で、四女の石田ゆりさんは宝塚音楽学校を卒業後、芸能界に入って歌手となり、作詞家の子中西玲さんと結婚して引退。そして石田あゆみさんも幼くしてフィギュアスケートを始め、小学6年生の時には全関西ジュニア大会で優勝する実力で、芸能界へは中学生の時スカウトで入り、12歳で歌手として初舞台を迎えます。4人中3人が有名人となったのも、実はこの母親があってこそ。というのも、直木賞作家でもある義弟の故中西玲さんの小説を原作とした03年の NHK 朝の連続テレビ小説てるてる家族のモデルこそ、その母親と石田4姉妹だったといいます。石田さん本人も売れない中年歌手の役で、劇中の自身と出会うシーンもありましたね。石田あゆみさん、歌手としては15歳で、作曲家の泉拓さんに弟子入り後、レコードデビューしてからもなかなかヒット曲を出せず、ようやくヒットしたのがなんと26曲目。ちょうど20歳の時のその曲こそが、故堤恭平さん作曲による1968年ブルーライト横浜でした。150万枚を売り上げる大ヒットを記録し、一躍大ブレイクを果たしていますが、当初石田さんは乗り気ではなく、歌うのをごねていたんだとか。ですから堤恭平さんが旅立った際には、心から感謝の言葉を送っていますね。その後、あなたならどうするや、砂漠のような東京でが立て続けにヒット。また1977年まで9年連続で NHK 紅白歌合戦に出場されるなど、日本を代表する歌手となりましたが、それ以降ヒット曲がなく、事務所移籍に伴って次第に女優業へ軸足を移します。1977年映画「青春の門」私立編や一糸まとわぬ姿を披露し話題になった。1982年野獣刑事やマドンナ役での「男はつらいよ」「虎次郎」「紫陽花の恋」。1986年映画「家宅の人」で名だたる賞を総なめにしています。ドラマ「阿修羅のごとく」や「北の国から」、金曜日の妻たちへで絶頂期を迎えて、名実ともに日本を代表する女優に。同じ時期にプライベートも激変します。歌手で俳優の子萩原健一さんと、1977年ドラマ祭り囃子が聞こえるでの共演がきっかけで交際し結婚しますが、当時萩原さんには妻と2歳の娘がいたのに、すぐ離婚して1980年、約1年の同棲生活を終えて結婚。以降はおしどり夫婦と呼ばれますが、わずか4年で離婚してしまうのです。その原因は、
夫萩原さんの素行の悪さだと言われ、結婚3年目には石田さんの目前で大麻所持で現行犯逮捕され、懲役1年執行猶予3年の判決が出るや、世間では離婚がささやかれるだけでなく、石田さんも捜査のターゲットになっているとあらぬ噂を立てられますが、それでも他人様からどんなにバカな男と言われても、彼は私の夫です。見捨てることはできませんと萩原さんをかばい、離婚をきっぱり否定。しかし、そんな彼女を嘲笑うかのように、執行猶予となった後も萩原さんは酒を飲み歩き、ついには飲酒運転で人身事故を起こし逮捕されます。さすがの石田さんも、何も言うことはありません。もう呆れました。と言い放っています。度重なる逮捕や不倫に悩まされ続け、決断した離婚会見では、妻として自信がなくなってしまった。専業主婦ではないので、家庭をおろそかにして、主婦、失格です。私の方から別れようと言いました。彼の妻として、良妻でも悪妻でもなく、無妻でしかなかったなと思います。彼のために、良かれと思ってやったことが、みんな逆効果になってしまって、どうしようもない私に愛想がつきました。と、彼を批判するどころか、自分自身を責める始末で、これはひょっとすると、周囲や事務所からの圧力がかかっての、やむなしの離婚だったのか？だからとは言いませんが、あれだけ裏切られたにもかかわらず、萩原さんが旅立った時には、わざわざお悔やみのコメントまでしている、石田あゆみさん。精神的なダメージもさることながら、あからさまな激痩せぶりと劣化が、世間からも心配されていますね。もともとスリムだった石田さん。ちょうど、萩原さんと一緒になったあたりから、病的に痩せ始めていた石田さん。そのせいで同じ疑いをかけられる羽目に、結婚後はお酒の量も増え、荒れていたとか、さらに若い頃には、睡眠薬をコーヒーで流し込んで寝ることも多く、それらの不摂生が年を重ねるごとに、影響したからかもしれませんね。しかし、その激痩せの原因は薬物でもなく、病気を患っているわけでもないのであれば、一体何でしょうか。単なる加齢による減少なのでしょうか。さらに調べてみると、シンプルライフというワードがヒット。石田あゆみさん、数年前に体力的に辛くなったという理由で、鎌倉の一軒家から都内のマンションに引っ越し、その際に就活とも取れる断捨離をして、荷物は1割しか残さなかったとか、だから皿は1枚、カップも1つだけ、携帯電話も持たないようなミニマリスト生活になったと同時に、食事も質素になったことが、原因ではないかと言われています。それだけではありません。さらにヒットしたワードは、気候。どういうことかというと、石田あゆみさん、夜は7時に寝て朝は2時に起きる、という生活をしていて、テレビと冷蔵庫の明かりだけで、食事の支度などの家事をこなし、夜は電気をつけず、月の光だけで過ごしているそうで、何もないところで転んで、できた顎のあわざに、冷凍してあった大福を、テープで貼り付けて冷やしたり、そこだけを聞くと、ちょっと怖くなってしまいますが、若い頃からかなり天然だった石田さん。本番前に、楽屋でサイコロキャラメルを食べてたら、歯が取れてしまったことがあって、それでも、本番は、マイクを口の前で、横にして隠して歌ったこともある。石田さんですから、何も心配いらないのかもしれませんね。2015年 NHK ドラマ、ラギット以来、しばらく姿を見なかった。石田あゆみさん。最近はというと、現在も女優を引退されておらず、2019年倉本聡さんの脚本、ドラマ、安らぎの時、道に久々に出演し、しかも、ドラマの中で、
石田さんと吉岡秀隆さんが北の国からのボスさながら約23年ぶりの共演に鳥肌が立ちました。2020年3月以降は履歴が途絶えている石田あゆみさん。しかしこれだけの美人が再婚もせず独身を貫いたのは一体なぜなのでしょうか。それについての本人のコメントは一切ありませんが、やはり離婚会見でのコメントからは何かを感じずにはいられませんね。石田あゆみさん、波乱万丈だった安静ですが、これからも女優として活躍してくれることを心から期待しています。